白花キングヘビは、ナミヘビかキングヘビ族に分類されるヘビ。メキシコアメリカ合衆国、メキシコアメリカ合衆国、メキシコ北部全長70から90センチメートル。体色は赤、白の横帯が入る。背面にのみ、白い横帯の円に黒い横縞が入る。フンタンの鱗が白いことが和名の由来。白い横帯の数は42から57。 下唇の鱗は9枚。白い横帯が側面でつながるため、赤い横帯は反転状になる。下唇板は10枚。白い横帯の数は42から61。下唇板は10枚。白い横帯の数は37から40。下唇板は10枚。産地の森林に生息する。植生は動物食で小型爬虫類や小型哺乳類等を食べる。 繁殖形態は、男性で、1回に3から6個の卵を数回に分けて、産む。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。流通量は多くはなく、減少傾向にある。主に元足と足、ちワわしろ花キングヘビが流通する。野生では、爬虫類を好む傾向にあるが飼育にあたっては、専門店等で販売されている冷凍マウスや冷凍ラッドを、 個体の大きさに合わせて与えるだけで問題ない。しかし幼、蛇が小型で細身のため、幼、蛇から飼育する場合は、ピンクマウスを食べられるサイズで、さらに、ピンクマウスに絵付いている個体を購入するのが望ましい。ありがとうございます。